おはようございます。おはようございます。今日はいや、いよいよあれですよ、大晦日直前イベント一緒に行きましょう。すごい決まってますね。いや、もう今日はね、これから会見もありますからね、はい、サイン会の後に記者会見があるんで、もう先頭コード入ってますからね。なるほど、はい、ちょっと密着してもらおうかなと思いまして、はい、どんなものなのか、おでちも一緒に行きましょう。はい、さすがやっぱスターの入りは違いますね。スターの入りはこうよ、やっぱり多分お客さんいっぱいいますけど。お、ありがたいですね。はい、しゃーそうびしょ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 、わからきたな、そのかっこいい、かっこいいいきましょう。いいですね。あ、いい家ですよ。なんかやから来たって言われてましたけど。あれ？すごいです。盛り上がってますね。はい。すでに会場の雰囲気良かったですね。いいですね。温まってて。初めてですか？初めてです。なんかケンさんあれですかね、自ら気遣いに行きました。いや、あっちの方盛り上がるでしょ急にうわーやっとやばい人になってましたね。でもでしょ、かっこいいですね、あれ。いや、あれは最高でしょ。おはようございます。おはようございます。今日はですね、特別企画ということで、はい、巨ケンドさんがサイン会とですね、はい、公開記者会見がある、神保町に来ております。はい、ありがとうございます。で、まあ、皆さん、見ていただいている方、なぜ小林ちゃんのワンショットなのかっていうねお話あると思うんですけども、分かってますかね、小林氏を今回特別企画ということで、うん、宮原健とファミリーに気づくのかドッキリ私結構なんかあれ危ない気がしてるんですけど、大丈夫ですかね。まあギリギリ結構心配。はい、初のねドッキリ企画ということで、小林ちゃんにはですね、はい、普段の AD 業務をしていただいている時とですね、はい、全く違う格好をわざわざしてきていただきまして、サイン会に潜入していただくということで。分かりました。で、あれだけ常日頃ねファミリーファミリーと言っていただいている宮原健人であれば、サイン会の列に並んでしっかりグッズを買って、サインをもらう小林ちゃんに気づくんじゃないかという。なるほど。はい、気づかなかったらちょっとショックだなっていうのもありますので。ちなみに、健人さんにはですね、小林ちゃんはもう、実家の岡山県の方に帰ってるというふうに、裏で見通ししておりますので、はい、ありがとうございます、はい、いるはずがないというふうに思っておりますあ、もう東京にいるはずがない。はい、あ、まあ、しかもサイン会ですからね、もしかしたら似てる方もたくさんいらっしゃるかもしれないんで。そうですね。そこで一発目でね、はい、小林ちゃんじゃないって来たらもうそれはね本物だということで気づくかな、どうでしょうね。今回ね、チャンネル始まって2ヶ月ですけども、年をまたぐ前にねその宮原健人のファミリーに対してのねしっかりそういう思いはあるのかというのもちょっと確認していきたいなと思いますんで、ぜひともね小林ちゃんバレないようにお願いします頑張ります。はい、プラス今日撮影会もありますんでね、一緒に、はい、あ、一緒に撮影もする。はい、撮影もするんです、はい、隣に並ぶってことですよね。なんでかバレずに行きたいなって思ってますんで、よろしくお願いします。お願いします。頑張ります。皆さん検証結果お楽しみに。はい、お願いします。どの辺り、はい。
もう死んじゃえよ、もう死んじゃえよ。お願いします、お願いします、この辺り、はい、もう死んだよ、いや、全然戻りです、はい、では、はい、ありがとうございます、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやーサイン会素晴らしかったですね。素晴らしかったねじゃないよ、やったな。え、絶対これやってるだろこれ。途中でなんかありました、なんかありましたじゃないよ。俺もうサイン会モードに入ってたから、はい、正直さ、どこで撮ってるのかとかおでっちがね、あんまり気にしてなかったんだけど、はい、途中で怪しいいたろ、怪しい女性が。いや、そんな今のどっかで見たことがある。そんな今のご時世ダメですよ、その怪しい女性。いや、怪しい女性とかさ、言葉が悪いかもしれないけど、はい、いたのよ。え、お気づきってことですか。いやいや、じゃ、いや多分ね、俺の確率当たってると思う。その後も別に誰も立証してないから、ちょっと確認します、確認しましょう。いやいやいや、小林じゃないかもうおかしいのよ、なんかすげえ挙動不審な人だなと思って、はい、で、まあ、そんな最初の10秒ぐらい気にしなかったんですよ、はい。でもそしたらもうなんかさ、あまりにも変装しすぎでしょ芸能人のあれじゃないんだからさ、だってもう芸能人じゃん、これもうこんな隠して。実はですね、おかしいよこれ。今日まあ最初密着という体でやられたかこれ、お話ししてたじゃないですか。実は本当に宮原健人はファミリーのことを分かっているのか、ドッキリパチパチじゃないよ、こういうとこで踏み込むなよこういう神聖な場所で、そういうね違う場所いろいろあるじゃん、俺ら撮影してるんだから。こういう今日緊張感のある場所だからね、はい、大晦日直前って言ってこのサイン会でファンの方のエールもらって、はい、途中でいるからな小林ちゃんが、もうそういう場所じゃないから。いや、ケンドさんなんか前々日ぐらいに、はい、ちょっとやっぱさすがに真面目な感じで行きましょうかみたいな連絡あったじゃないですか。そうでしょ、真面目な感じでドッキリ。真面目な感じじゃないんだよ、ウィスウィスみたいなこともらってきてちょっともうおかしいよ。しかもあれですね、この場所でこの後記者会見、記者会見、まあ、まあもちろんそれはスイッチ入れ替えますけどね、はい、ただよくこういうところでできたな、うちのファミリーはすごい。逆にやっぱ頼もしいよ宮城県との YouTube ファミリーは、はい、ここでやらないだろ普通人の場所なんだから。じゃあいつやるんだよ。私今でしょじゃないんだよ、もうやめとけって、もう今からあるからそっちモードにさせないで今。そうですね、プロレスなモードだから。でも逆に僕らもちょっと安心しました。あ、そうですか。これなんか全く気づかれずに言ったら、あ、やっぱりこの人見てないんだなっていう。ああ、そうですか、はい、ただ今もうサイン会でもすごい YouTube って言われましたよ。あ、本当ですか、うん、嬉しいですね、それ。嬉しい嬉しい。じゃ初ドッキリがこんなに優しい内容ってこと。優しいけど今やるかってくらいちょっとタイミングがすごかったよね。はい、いや、はいじゃないんですよ。いやでもなんか嬉しかったです。嬉しかった、はい、あー、そういうもんなんだ。なんかスターらしからの挙動不審を見れたんです。だからでどこで撮ってんだろうと思ったら、オデチが目の前にいるから、やったなと思って確実にさっきまでいなかったのにオデチがいたからさ、あ、やってんなこれと思って、しっかりですね。そういうことか。しっかり買ってるんですよ、こっちも。そう、小林も買ってくれてね。これあれですよ、小林ちゃんサイズじゃないけどサイズもきっちり YouTube ファミリーだから、こういう裏で無料でとかないです、しっかり、ね、じゃあその現場も押さえてたってこと、買ってるってことか、はい、だからオデッチいなかったんだ。俺撮る撮るって言ってんのにこう書きながら俺オデッチどこもいねえなと思って起きたかと思って、そしたらこれでしょ。あ、 M1 見てんのかなって。違うよ、それで分かったかもしれない。オデッチが来たから逆に分かったかもしれない。なるほどなるほど。よくやるよね、でもここでね。いや、予想しなかったわ。いや、それがドッキリなんですよ。でもね、ほんとやめてね、あんまり。でも心臓に悪いよ、これ。じゃあドッキリ大成功だけ、はい、カメラにいただいていいですか、はい、ドッキリ大成功という感じで記者会見もお願いします。やらないよ、こんなんでモードが違うんだからじゃあ、引き続きよろしくお願いします。宮原健人の YouTube
チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ビアラキュンプロ YouTube 最高。